注意、この編成はかなり装備が必要なので、この編成作れない人は真似しないでください。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。ういうい。本日はですね、俺ちょっと思ってたんだよね。ちょっと思ってた。アガスティアが弱体化されたじゃないですか。はい。で、結構やりやすくなって、アガスティアどうやろうかな、みたいな感じで、試してる方多いと思うんですけど、その弱体内容が、一つ気になってた。火ダメージ軽減の効果量が減少するよっていう弱体内容だったんですよ。アガスティア。もともと火ダメカットが最初についてて、お通しで。で、まあ、それが、めちゃくちゃ高かったから、いろいろ不都合があったんだけど、まあ、その火ダメ現象がちょっと弱体化されて、ダメージが通りやすくなったよっていう調整があったわけですよね。それで、俺、思った。うん。アビダメジクいけるんじゃね？いや、というか、イオいけるんじゃね？ということで、まあ、今回結構触ってみて、塩梅が良かった、リミテッドイオ編成を紹介します。はい。最初に言ったんだけど、かなり装備必要な構成で、まあ、これ以下だと、パワーがあんまり出ないんで、ちょっと注意してください。やんない方がいいです。普通に、翡翠章。あと、この編成ね、あんま早くないから、キャラクターいない人が触ってもいいな、みたいな感じの手動編成だね。うん。あとやっぱ何も考えなくてもいい。ディアスポラの押せれば勝ち編成と少し似たような感じになってるね。はい。ということでやっていきましょう。今回の編成はロビンフットです。ロビンフットの、あれだね、イルノート・マキラ・イオっていう感じ。後ろは火力出せるキャラクターで、まあ扇結構打つから、まあ浴衣ナルメアとか、光シルバーとか、ノビタとか、そのあたりがおすすめかな。うん。で、武器編成はこんな感じにしてます。はい。アビリティの余ダメージが最大値の、20万。あ、片面ゼウスです。片面ゼウス、フレンド、国麒麟。で、ダメ上限 20%、アビダメ上限 100%、余ダメ、10万。みたいな感じでやってる。うん。で、まあ、あとは残った部分でね、移行の激輪突っ込んで、さらに特殊ダメ上限を持って、まあ、イオをガチで活躍させたい。っていう構成になってますね。はい。召喚石はこんな感じになってます。まあ、召喚するのが、スターと、ハルマルと、トリプルゼロ、あとフレンドの国麒麟ですね。うん。を召喚するような感じになってます。はい。じゃあちょっと実際にどういう風になるのか、早速行ってみたいな、という風に思います。ただね、討伐時間がやっぱ結構アビリティポチ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 ってする時間がかかるから、まあ、あれだね、結構ネタ寄りの編成になってる。これ何度も言うけど、うん。はい、じゃあ早速やっていきたいな、というふうに思います。はい。で、こちらの方、まず最初の動きなんだけど、イルノート1ヤビ押してご挨拶して、オルポ使います。で、スター召喚します。はい。で、スター召喚。今回、ハルマル拾えたから美味しいんだけど、まあちょっと今回普通通りに行こうか。で、まあここでイオが奥義ゲージ多分75以上になってるから、奥義 75% 以上なのを確認して、ハルマル吸い込みすぎ、俺。俺バカほどハルマル吸い込んでて草。で、ここで、イルノートのニアビ、敵のスローをぶちかまします。はい。ここスローをぶちかましてと。うん、で、ここゼウス召喚しまして、もう一回オルポ使っちゃおうかな。オルポ使って、サンチェします。うん、で、ここから開幕ですね。まあ、キュアポとか適当に使ってもいいんだけど、魔風城を使って、ここで魔力の渦を3にして、よいしょ。で、1ヤビ打ちます。マキラの3アビ、1ヤビを打って、で、主人公のアビリティを全ポチ。うん、約束の羽効果で、イオの余ダメ上げられるから、うん、フラワリーセブンのパワー上がるやんとか思ってて、まあ、アガスティア、アガスティアこれ、敵のブロックぶち抜いて火力出せるんじゃねっていう風に思ってたんだけど、よいしょ、5、6、7、はい。これで、3アビ使ってと、はい。3アビ使って、アビリティ全部ポチって、もうあとはポチるだけですね。うん、これであとはポチるだけで、結構敵のやっぱ火ダメ減少のバフついてんだけど、それをぶち抜けるぐらいのパワーを得られるようになってるんだよね。うん。なんかね、正直かなりパワーを感じているミザくんがいます。はい、ここで国麒麟召喚して、もう一度アビリティの波を、アビリティの波状攻撃をぶちかましていくと。うん、
で、あー、ごめん、ちょっと待って、主人公に3アビを、マキラの3アビ打ってから、こっちの方が効率がいいですね。はい。マキラの3アビって、ダメ上限アップがあるから、まあ、主人公も結構貴重なダメージソースというか、まあ、1、2、3アビがいいダメージ出てくれるから、まあ、マキラの3アビつけられると美味しいかなっていうところなんですけど、はい。まあ、多少失敗してても特に問題なくいけるんですけど、これで、イオの2アビ、1アビを打って、まあ、大体これで3億ダメージぐらいですよね。うん。これ大体3億ダメージぐらいで、はい。で、ここから、まず奥義打つじゃん。うん。ここ奥義打って、これで大体 3.5 億ダメぐらいになってるんだけど、ここでトリプルゼロ使います。はい。これでトリプルゼロ使ってあげれば、4億超えるって。一応残業できますね。うん。なんか、あんまり、なんか死なないパターンが多いので、まあ、あとはここでだ、まあ、もうちょっと残業できる。まあ、時間、そんなに時間にゆとりがあるわけでもないので、うん、まあ、この間に、押してる間に倒れてることって結構多いんですけど。まあ、ここからさらにね、こうやって追加で殴ってあげて、ダメージを出してあげれば、まあ、追加で残業もできますって感じだな。はい、倒されました。はい。っていう編成ですね。まあ、正直これ以外の動きがないので、2回目をやる必要は全くないんですけど、まあ、ダメージ的に 4.21 億。うん。主人公のダメがね、ほら、こうやって見ると結構エグいんだよね。イオが 1.6 億出てて、まあ、主人公もでも 1.3 億出てるから、割とね、主人公も主なダメージソース感があります。はい。まあ、ただ最初の方に言ったんだけど、やっぱり装備がないと、これ明らかに装備がないとね、まあ、火力がばっこり下がってくんで、まあ、完成品レベルの装備がないと、ちょっと難しいかなっていうのは正直思ってるところっす。はい。まあ、改善点はいろいろあるけどね、例えばだけど、この極星剣、ちょっといじってみても面白いかもしれないなとか思ってたりする。まあ、ここの極星剣で、まあ、ダメ上限稼いでんだけど、まあ、ハルシエシスをハルモニア2本目にして、うん。ハルモニア2本目にして、まあ、ここの武器枠をまたちょっといじってみたりとか、まあ、改善似たような動き、まあ、移行の激鱗2本目を増やすとかね、まあ、そういった動きで、まあ、もうちょっとダメージ伸ばしたりすることはできるかもしれないんだけど、多分ね、装備がしっかりしてないと、まあ、望んだダメージが出ないので、あんま、まあ、そういう意味では本当にネタ寄りの編成っていうことは言っておかないと、昨今のグランブルーファンタジーは大変なことになるっていう。まあ、他にやっぱ上げる余地としてはあれかな。永遠拒絶の剣が今回アビ上限なんだけど、永遠拒絶の剣を、あれだな、通常上限にしたいね。うん。まあ、あとあれだな、通常週末。うん。通常週末にして、このアビ上限を通常、奥義上限。奥義上限の第二スキルは、特殊ダメージ上限アップっていうのがあるから、うん。まあ、これの第二スキルは週末の限界超越想定するんだったら、まあ、こっちもうちょっと伸びたりするんだよね。あとはどうなんですかね。まあ、ここら辺、将来的に言うと。ま、この、まあ、ここら辺はちょっとさすがにまだ 280% だからないと思うけど。まあ、伸びる余地は一応あるね。うん、3月にワンチャンここら辺が少しやりやすくなるかもしれんけど。まあ、でも本当に遅いから、さっきも言ったけど。うん、普通に奥義軸の方が早いと思う。こういう編成って。まあ、だから、結構やっぱネタ寄りだね。うん。ただまあ面白いし、俺イオ使いたかったんだよな。やっぱクオン使ってるからさ、イオチャソのことを活躍させてあげたかっちゃそっつって。うん。まあそういう意味合いからね、まあ今回の編成踏み切りました。はい。まあアビ上限、ここら辺のね、指輪とかもアビ上限とか、エーテリアルプラスはわかんねえけど、まあ、俺ヨダメ上昇つけてるけど、まあそのあたりとかもしっかりと振ってあげないと、まあ今みたいな火力は出ないので、しっかり頑張っていくと、じゃあから次、思います。はい。まあトリプルゼロとかね、意外と、イオのバフ要因が、いいよお前ちょっと強くなってるなって正直思った。うん、トリプルそういえばこんなのあったねと思いながら入れてみたんだけど、なんか火ダメ減少があってもあんなね1500万とか1700万ぐらいでしたかな。うん、って考えたら、うん、いいよちゃそのパワーを少し感じた、今回の編成でした。最後でございます。せいです。はい。